シーケンス埼玉のラジトモ。この放送は私シーケンス埼玉が毎週気になる時事ネタ、気になる事象などについて45分近くダラダラと喋っていくラジオ風番組となっております。いやー、先週のなんか現象、グラメゾン東京見た方がいいぞっていう話、意外とね、反響あったというか、結構みんな見てくれてたし、いやー、これによってやっぱどんどんね、グラメゾン東京がさらに人気になってくれるといいななんていうふうに思って喋ったんで、よかったら先週の放送を聞いてみてください。やっぱりね、なんかマイナスな側面のものとかよりは、ちょっと好きなものの話とかっていうのは再生されづらいんだけど、でもね、まあ僕の好きなものの話だし、知って損することは絶対ない作品なんで、僕はいろんな人に届いてくれたらいいななんていうふうに思っております。はい、シークレットショーもだいぶ近づいてきましたね。明日までがピア選考が明日で締め切りですもんね。で、一応言っとくと VIP と SS がぶっちぎりで人気です。申し込むんだったら S と A が個人的にはおすすめですが、S と A も定員以上の応募数にはなってしまっているので、他2つよりは当たりやすいとはいえ落選者出てしまうので、そこだけは、ご了承してくださいませ。まあ、とはいえ行きたいなっていう人はそこ申し込んでもいただくのが一番当たりやすいかなというふうには思っております。ぜひぜひ皆さん、11月2日ザ・シークレットショー直木マンと、行う都市伝説ライブに遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、まあそんな都市伝説ライブに先駆けましてって話じゃないんですけど、まあ未来の話なんで空想ではあるので都市伝説だなっていう話をちょっとしたいと思うんですけれどもね。まあ今日の話もおいおいってなる人、ツッコミどころ多いと思うし、まあ僕の意見に対して否定的な人もたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ一意見として聞いてほしいなっていうところなんですよ。突然なんですけれども、生成 AI 含め最新技術テクノロジーっていうのは何に対して、開発されていくと思いますかという質問に対して、都市伝説好きの人の多くはこう答えるんじゃないかなと思います。軍事ですね。軍事産業のために先に技術っていうのは開発されていくことが世の常なんですよ。まあ電子レンジとかしかりとか、携帯電話とか、あらゆる僕らの身近なところにあるテクノロジーは軍事だと10年先行して開発されてるなんていうふうに言われてます。これは30年20年前ぐらいには都市伝説だよねっていうジャンルで言われてたんですけれども、まあ軍事の最先端の人たちっていうのがネットが生まれたことによって出てきて、あ、実際そうですよって言っちゃったことで、まあ都市伝説でもなくなってしまったところがあるんですよね。ってなってくると、まあ都市伝説じゃなく本当に軍事でやっぱり最先端のものが作られているのかとなって、まあ、納得できるところはあるんですが、軍事とはっていうところありませんかね。どうですか、皆さんの中でその軍事の定義ってちょっと変わってないですか。ごめんなさい、鼻かんでいい？なんかごめんなさい、耳塞いで、なんかね、匂いに鼻水が出るんだよね。秋花粉とか言わないだろうな。ごめんなさい、話戻しますね。例えばなんですけど、やっぱり侵略戦争的にドンパチ始めると、攻め立てている側、攻撃している側が悪いっていう風になるのは、まあ今の世の中至極当然ですよね。ロシア・ウクライナ問題だって、やっぱりウクライナに対してロシアが侵攻するってなったらロシアの侵略じゃないかっていうことで、世界的にロシアをヘイトして省いたりとかするっていうことになるわけじゃないですか。ってなると、軍事で良いものを作っていったとしてもですよ、例えばもう漫画映画の世界みたいな、このボタンを押したらお前の国は全て吹き飛ぶみたいなマジックボタンみたいなのができたら別だけど、まあ普通に考えてそんなものはなかなか難しいじゃないですか。と考えると、軍事ですごいものを作りましたってなったとしても、それを使ったら世界中から敵対視されちゃうって時代になったとしたら、軍事というもののあり方が変わっているというふうに見た方がいいですよね。でこれは何かっていうと、やっぱりデジタルな世界での戦争になってくるんじゃないかなというふうに思うんですよ。要はハッキングとかですね、敵国のコンピューターシステムにハッキングして、そこをどれだけ情報を抜き取れるか、なんだったら支配できるかっていうところ、この辺が戦争っていう扱いになっていく可能性は大きいんじゃないかなっていうふうに思うし、人的被害が減っていくことっていうのは素晴らしいけれども、我々の目につかないところで戦争が始まり、そして勝手に終わっていくっていう時代になっていっていてもおかしくない。つまりそっちの方に軍事産業というのは使われている。つまりはテクノロジーの方を本当にやっぱりどんどん発展させているのではないかという憶測は立ちますよね。多分憶測でもないんだけど。でこういう軍事産業でテクノロジーが率先して作られていくっていうののもう一個の側面、ちょっと平和的な側面として、いわゆる軍事とかではないマスに向けて作られるテクノロジーとして最初に作られるのは何かっていうとね、これねもう間違いないんですけど、エロなんですよ。これあらゆるコンテンツはエロが先立って作られてるんですよ。要は今あるものよりもこっちに行った方がエロがより分かりやすく充実しますよねっていう風になると流行るんですよ。例えばなんですけれども、ガラケーありましたよね。ガラケー僕世代で、小中学校高校ぐらいまではガラケーみんな普通に使ってたかな。で高校から大学に移り変わるぐらいでスマホに移行していったかなっていう記憶なんですけど、確か。でそのガラケーってなんで流行ったかっていうと、電話便利だよねみたいなものを押し出していたのはもちろんなんですけれども、いわゆるアダルトコンテンツっていうものがこうやって今思い返すとすごい重たいサイトだったけどピコピコ見れるようになっていったっていうのは、やっぱり男性を中心にすごくドーンと流行っていったっていうのはでかいんですよね。でそこからなんでスマホになったのかと、ぶっちゃけガラケーでいいじゃないですかぶっちゃけガラケーで全然問題ないのに、なぜスマホが流行ったんだってなると、これはスマートフォンの方がより充実したアダルトコンテンツが見れるっていうのが大きかったわけですよ。でじゃあ今そこから次何に変わるかっていうと VR ですよね。 VR っていうものをみんな手に取っていく瞬間っていうのは何かっていうと、アダルトコンテンツがどれだけ充実してるかっていう方なのがものすごく重要なんですよ。これ産業的に超重要で、実際その興味ないわとかそんなん知らないわっていう人は全く知らないと思うんですけど、 VR のそういうアダルトのコンテンツ、ポルノコンテンツって恐ろしい充実具合なんですよ。僕 VR 持ってないんだけど、持ってる子に聞くとすごいって言うんですね。なのでこういう風に変わっていくのが、テクノロジーの進化なわけですよね。でこの前にちょっと脳科学の話で話したんですけれども、ポルノが進化するほど少子化が進むっていう話をしたんですよ。でこれはいわゆるレイプ犯罪みたいなのも減らす効果があるから、別に一長一短で、良いところもあるし悪いところもあるというふうに言えるんですね。ただ、例えばですけれども、彼女欲しい、彼氏欲しいとか結婚したいっていうのとエロっていう感情は全然イコールじゃないものではないので、結構つながっているものだと思うので、この感情が消えていくっていうことは、つまりは、結婚とか恋愛っていう選択肢を取らない子が増えていく、つまりは少子化に直結するってことなんですよ。その代わりそういう性被害みたいなものっていうのが世の中でどんどん減っていくっていう負の側面とプラスな側面とどちらも存在してるっていうのは前話した通りです。よかったら、2,3 個前ぐらいかな、脳科学と都市伝説が相反する理由っていうところをちょっと見てくれると嬉しいかなっていうふうに思うんですけれどもね。はい。で、そういう事実があります。つまりはテクノロジーが進化すればするほど少子化するってことなんですよ。平和的じゃないですか、ぶっちゃけ。ポルノコンテンツみたいなのが充実していくっていうテクノロジーの進化の仕方っていうのは平和だし、すごく純粋な心を持ってる今視聴者の人は、いやなんでそんなポルノから作るのと、もっとみんなが平和にたくさん良い方向で使えるものから作ればいいのにってなるかもしれないんだけれども、これはしょうがないんですよ。なんでかっていうと、間違いなく商売になるものっていうのから作んないといけないんで、当たり前なんですけどみんなが気に入るかもってなって作って売れなかったらどうしようもないんですよ。だから 100% 売れるものじゃないと予算っていうのが下りないんですよ。ってなるとポルノコンテンツでさらに進化したものっていうのはある一定の販売数絶対確保できるので予算が下りるんですよ。だから技術者の人たちっていうのもそれを最先端で作るんですよ。まずね。じゃないとお金が下りてこないから。これができたら世の中平和になると思うんですよ。でも今その権利持ってる人もいるし、今でも十分なコンテンツになってるからいらないんじゃない？そんなのできて売れなかったらうちどうすんのよって。まあそうですよね。じゃあエロいもので今よりもっとすごく生々しく実感できるもんだったらどうですかね。あ、それは絶対売れるじゃん。もう今すぐ作ろうよってなるわけですよね。なので、そういうものが最先端を走ってどん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 コンテンツが作られていくということなんですよね。つまり止められないんですよ。そんなものやるなって言うかもしれないけど、それはできないんですよね。で、僕はテクノロジーが進化したりとかしていくのはすごくいいことだと思うので、だって結果的にそのポルノから派生して、ベースとなる技術が確立されたらいろんなものに転用されていくわけじゃないですか。だったら全然良くないっていうふうに俺は思うんで、どん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 作ってほしいんですけれども、その代わり少子化が進んでいくということですよね。でまたこれも結構タブー視されてますけれども、女性が社会進出すればするほど少子化が進んでいく。これも当たり前ですよね。お子さんがいる家庭だったらわかるけれども、お子さんが生まれる前と後で同じように働きながら子育てできるのかいって言われたらそんなはずはないんですよね。当たり前ですけれども拘束されていく時間がどん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 増えていくわけですから、これはグランメゾン東京でお父さん側からの話でも出てましたよね。相沢さんというキャラクターが、娘がいるからずっとフルタイムで出勤は絶対無理だし、そんな今までみたいに料理するのはできないよって言ってる。それはもうその通りで、そのダメージを一番食らうのは普通のご家庭だとお母さんの方が絶対食らうわけだから、それは社会進出して女性が、先頭を切ってビジネスしてって、もうこの会社にもうこの方はなくてはならない存在ですってなればなるほど産休とか育休とかに入られちゃ困るわけだからさ、じゃないですか。意外と会社っていうのは大人数で回っているように見えて、少数の優秀な人間っていうのでかなり歯車の重要な部分が作られているところが大きいので、そこに女性が入ってくるってことは、子供っていうのはとりあえずおざなりにしようねってなっていくのは当然なんですよ。なのでこれを両立させるっていう風なことをやろうとしてるけれども、根本的にまず無理じゃねっていう話があるわけですよ。それはただこれも別に悪いことではないですよね。だってさ、男女公平な社会になっていって、どちらもが見えないガラスの天井とかなく、ちゃんと社会的に地位を確立できる世の中になった方がいいわけじゃないですか。つまりは物事っていうのはいい面と悪い面っていうのが必ず存在するっていうことなんですよ。で、その中で人間が今自然にっていうか自然な流れで選択しているのが少子化なんじゃないかってことなんですよ、今日の都市伝説は。これ分かりますかね。例えばですけれども、民主主義資本主義経済の中で少子化をするっていうのは圧倒的バカなんですよ。少子化を選択するというのはね。これなんでかっていうと、今のこの資本主義の社会に変わってから、人口が増えていったことによって経済発展、自国が発展した国っていうのはあまた多くありますけれども、人口が減ったことによって経済が発展した国は1カ国もないんですよ。一つもないんです。全員人口減少とともに衰退を選択していると言えるわけですよね。でこれはなんでって考えたら当然ですよね。当然その人が減っていけばお金を生成してくれる人数っていうのが減っていくわけだし、で、医療が発達していくからなかなか働けないけれども、長生きはするっていう人たちが増えていくってなると、そこを国全体で支えていかなきゃいけないけれども、支える人数も減っていくってなると、自国で一生懸命生きるだけで精一杯じゃいっていう風なことになってしまうので、なかなかね、その成り立つっていうことが非常に難しくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うし、これはひろゆきさんとかもよく自身の YouTube とかでおっしゃってる話ですけれども、どうしてもやっぱりそのね、今の政治家さんとかっていうのは投票する人数っていうのがお年寄りっていうか中高年層の人数の方が圧倒的に多いから、若者に優位で中高年層に厳しいっていう政党のマニフェストというか掲げているものよりも、もちろん高齢者優遇のマニフェストを掲げているところの方が絶対に優先されるよねっていうのは当たり前じゃんと。でも、俺も聞いててそう思うわけ。それはみんな自分が一番可愛いから若者を優先したマニフェストの党を支持するってことはほぼありえないわけですよ。ってなってくると、だましだまし政党維持、お給料維持とか自分の今の地位確立維持みたいのをやっていくってなったら、今みたいな政治のやり方をするしかない。まあそんなことはないんだけど、本当はね。だけど、そうしないと落ちるからっていう原理でそうやっているっていう可能性は非常に高いなっていうふうに思うんですね。で、これは僕もそう聞いてて納得して、まあそりゃそうだよねってなると問題解決しようがないところ、つまりお国に政治に何とかしてもらおうっていうふうなことは無理だと。まず無理ですってなるわけ。じゃあマスでどうにかしようってなっても、マスの欲求っていうのは技術開発とかポルノ欲求だったりとか、あとは社会進出だったりとか、男女平等公平だったりとかっていう風な欲求、いわゆる自己愛の延長線上にある欲求っていうのが優先されるのも、これも当たり前なことなんですよね。つまりは人間っていうのは今少子化を選択してるフェーズなんじゃないかなと思うんですよ。で、僕ね、ずっと矛盾だなと思ってることがあったんですね。っていうのが、なんかこれ別にどっちが是でどっちが非って言ってるわけでは全くないっていうことだけ理解して聞いてくださいね。僕は別にどっちもいいしどっちも悪いっていうふうに思ってるんで、それ大前提として聞いてほしいんですけど、人口増えすぎ問題っていうのが今から30年前ぐらいに世間全体でずっとささやかれてたんですよ。例えばなんですけれども、ミノタウロスの皿っていう漫画、藤子 F 不二雄先生、これ A 先生かな F 先生かな、ちょっと忘れちゃったんだけど、藤子不二雄先生が書いた漫画で、要は人が増えすぎるから食料が配給制になる未来が来ると。で、その配給制になる未来が来ることによって、自分の食いたい飯っていうのを確保するために旦那さんや奥さんを殺して、その人の分も家庭に入れてもらって、自分が美味しくご飯をたくさん食べれる環境っていうのを作るっていうディストピア漫画があるんですね。だから最終的に旦那さんが奥さんに毒盛られて殺されてしまって、ごめんなさいね、もう配給がないのって言われて、生きてることにされて埋められて、その人の配給分も奥さんが食べるようになるっていう、まあ、このまま人口が増えるとやばいよねっていうのが問題視された時代っていうのがあったわけですよ。で、その時代から今に至るまでで爆発的に人口増えてるわけ。でもまあいろいろ試行錯誤したりとか、まあ、この試行錯誤っていうのも蓋開けると結構えげつない残酷なことしてるんだけどね。特に食肉に対しては、牛豚鶏とかの食肉に対してはかなり残酷なことを図ったことによって、まあ、生き延びてるわけですよ。でもさらに、じゃあ資本主義経済っていうのは人口が減るとやばいんだっていう理由だけから増やし続けていくっていうのは問題なんじゃねっていうのを30年前ぐらいから言われてるわけですよ。だとしたら人間がそれに感づき、これって地球全体と調和取れてないですよねっていう、人口を減らしていく選択を取ってるっていう風に考えるのは変ですかね。なんとなくだけど、僕その生き物ってそんなにバカじゃない気がしてるんですよ。だから増えすぎたなっていうことって肌感覚として多分全体が理解してるんだと思うの。なんとなくね。で、これもすごく残酷な話なんだけど、優秀な大学生、有名な大学に入れている人っていうのは、総じて家庭環境がいい子が多いんですよ。絶対数として。家庭環境最悪、叩き上げで勉強してきましたっていう子よりも、親がお金を持っていて、家庭環境が良いっていうお家の子の方が良い大学に入ったりとか良い就職先に就くっていう割合が非常に多いんですよね。で、これはすごく残酷な言い方をすると、優秀な遺伝子が優秀に育つ環境で勉強をちゃんとしていったことによって、そういう風な大人になってるとも言えますよね。とも言えるんですよ。で、そんなことない一発逆転で、貧乏とかヤンキーみたいな上がりだけれども、なんとか頑張るぜっていう人たちが頑張る場所が、例えばですけれども飲食店とかで経営者になるとか、ファッションデザイナーになるとかお笑い芸人やるとかそういうもんだと思うんですけれども、そこは変な話だけれどもちゃんと積み重ねてきた優秀な人たちよりも圧倒的に屍の数が多いわけ。売れなかった芸人、うまくいかなくてすぐ破産した経営者とか、みんな見えてない、そういう人たちは日の目を浴びないから目につかないだけで圧倒的にいるわけですよ、数としては。だとすると結婚する、子供を持つっていう選択を取れるのはどういうマスの人たちですかってなると、まあ明らかに ゆとりがある世代ですよね。世代っていうかゆとりがある世帯ですよね。ある程度子供といる時間も取れる、お金もあるっていう日本国内でごくごく少数の人間だけが結婚というものを選択できるようになっていくわけじゃないですか。でさらに言うと日本っていうのはこれ面白いもんで、お金を稼げたことを言えないんですよ。言ったら叩かれる世界なんですよ。これは日本以外は知りません、僕は。まあアメリカだとかフランスだとか韓国だとかその辺の国がどうなってるのか俺は知りませんけど、日本だけは間違いなくそのお金すごい稼げてますよ、これをやれば頑張ればうまくいきますよっていうのを言えないんですよ。言えるのは抽象的なこととか、詐欺まがい的なことを逆に言えるんだけれども、ちゃんとまっとうに稼いでいくっていうこと、そして稼げてますよっていう現状を言うと恐ろしい数のヘイトスピーチが来るんですよ。お前は良くないことやってるんじゃないかとか、これだけ貧しい人間がいるのに悪いと思わないのかみたいなね、ボロッカス言われるわけ。まあこれはいろんな例があるんですけれども、例えば、まあこれも人の YouTube で知ったことなんであまり言うとあれなんだけれども、あるファッション業界のとある会社が買収されました。そのお金が16億とか19億ぐらいの買収金額ですっていうふうになった時に、そのブランドはアパレル界ではトップを走っているって言われているブランドだったけれども、業界からすると安すぎねえかって、いやいやいや16億19億って激安だぞって、なんでそう言われるかっていうと、アパレルの業界にいる人たちは、ぶっちゃけもっと全然儲かってるアパレル業界があることを知ってるわけ。でもその人たちは儲かってるって言わないんですよ。なんで言わないか、言ったら叩かれるから。ちゃんと働いてても儲かっちゃってますって言うと怒られるっていう世界なんですよ。でこれを稼いでる人は分かってるんですね。だからちょっと賢くなれる人は、ああ俺今年収何億円だ何十億円だなってなったりとかね、もうそんなとんでもない人っているわけ、俺には想像つかないけどそういう人たちいるわけなんだけど、なんで俺もそういう人たちのことが想像つかないのかっていうと、その人たちは言わないんですよね。どこどこで代表やってます、こういうふうに働かせてもらってますっていうのを言ってるだけで、持ってます稼げてますっていうのは絶対言わないんですよ。我々は皆さんと同じ立場で喋ってますよっていう感じを出すんですね。その方が圧倒的に支持を得れるから。例えばなんだけど、朝のニュースのコメンテーター、ワイドショーの MC とかっていう人たちは、今物価高で米が全然ありません、ティッシュがこんな値段になりましたとかっていうニュースを見て、これは我々困りますよね、こんなんじゃ生活できないですよね、何をやってるんですか世界、何をやってるんですか日本政府はみたいに言うじゃないですか。いや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 、おたくら余裕やん、余裕で生活できますやんでしょ、当たり前じゃん。でもそうは言っちゃダメな。僕らはある程度お金持ってるからねできますけど、一般的な収入の国民は生活できないですよねみたいな言い方しちゃったら、もうすごい劣化のごとくヘイトスピーチですよ。何を言ってんだこいつは、首にしろこの野郎みたいな感じでボコボコに言われちゃうわけ。でもさ、嘘なく正直に言ったらそれじゃない。って思いません？日本嘘がない人は素敵ですよね、嘘がない社会が素晴らしいですよねって言うんだけど、多くの人間って。でも嘘なく言ったらヘイトが飛んでくるわけよ。じゃあ隠すしかないじゃんってことになっちゃうんですよ。でそうなると何が起こるかっていうと、ちゃんと働いてちゃんとお金を稼ぐっていうことをしている人たちっていうのが、どういう生き方をしているのか、どういうハングリー精神を持っているのかっていうのがどんどんクローズドになっていくんですよ。どんどん狭くなっていくわけだって。みんな隠すんだもん。誰が稼いでんのか、誰がいくら持ってんのかよくわかんない、誰が何してんのかも具体的にはよくわかんない。相当仲良くなっていかないと、その人たちの情報っていうのを教えてもらうことはできないってなってくると、仲間内だけ信用できる人だけっていうところでギュン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 固まっていって、普通の一般家庭で生まれた子供っていうのがその術を知ることっていうのはなく人生が終わっちゃうわけで、まっとうに働いて普通に仕事してってなって、お金もらえない、ちゃんと働いてるのにって言うんだけど、これ先週のグランメゾン東京の話でも言ったんだけど、別に普通に働いたりとか普通に頑張ることっていうのは自慢することでもないし当たり前のことですという話じゃないですかね。何か特別にちょっと良い環境にいたいってなったら、その分努力を努力と思わずがむしゃらに走り続けないとって。一つだけ言えるのは、今この世代でちゃんと自分の足でお金を稼いでいろいろ頑張ってる人っていうのは全員一人ブラック企業ですよ。へにゃーっとしながらお金がチャリンチャリン入ってくるのは、いわゆるその血統、血筋が強い人とか地主の人とかっていうのだけで、普通に自分で頑張ってる人っていうのはマジで一人ブラック企業みたいな生き方をしている人がほとんどです。なのでまあそう考えるとね、まあわかると思うんですけど、だいぶやばいでしょ今の日本の現状って。資本主義民主主義経済的な目線で見るとだいぶやばいんですよ。なのでこれは1億総動員して少子化を選択しているっていうふうに思った方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は考えたんですよね。でこれは日本の抱えている問題っていうのはこれなんだけれども、少子化が解決できた国ってないんですよ。これは意図的にね、ちょっとその子供の生まれる人数がちょっと上がった国はあるけれども、相対的にずーんと下がってたのが V 字回復とギューンみたいなものは一カ国もないし、何かの政策が狙ってうまくいったっていうところも一カ国もないんですよ。当たったんじゃねえかって言われてる国はあるんですけれども、実際にもうバチコーンと絶対この政策が効いたんだっていうところはないんですよね。でそう考えるとまあね、僕らのこの先の世代っていうのはどん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 人口が減っていくわけじゃないですか。どうなるんでしょうって思うんですが、ここからはちょっと無責任なことを言いますね。無責任なんだけどこう考えるしかないんじゃないかなっていう話をちょっとしたいんですけれども、これは僕らの子供の世代なのか孫の世代なのかひ孫の世代になるのかっていうのはちょっとわからないところではあるのですが、相対的に人口が減るのであれば、また昔のちょうどよく地球全体が循環してたぐらいの人数に減る可能性ってありますよね。言ってみれば相対的にはちょうどいい人数になる可能性があるなと思ってるんですよ。自分の人生を度外視してよ、もうこれから日本経済がめちゃくちゃ豊かになるとか、世界的にもうバブル経済でとか旅行しまくってとかむちゃくちゃ給料も良くなってっていうのはもう多分俺が死ぬまでないと思うの。そんな世代、そんなのが自分が生きてる間に来るなんていう願望は全くないんですよ。もう僕まあないだろうなって、ないながらに楽しく生きていくしかないだろうなと思うわけ。ちょっと飲み物飲みますね。全然関係ないけど最近ちょっとホワイトニングを始めて、コーヒーなんですけどストローで飲んでくださいって言われたんでストローでコーヒー飲んでます。歯につかないようにね、もう歯真っ黄色なんですよ。今一瞬見えて黄色かったでしょ。で、ごめんなさい、もう一回言いますね。なので自分の生きている間はおそらく経済発展することもないし、まあ相対的に見ると国民はみんなちょっと貧乏だとか昔と比べてバブル期と比べてひもじいみたいな風に言われ続けるでしょう、どうせ俺が死ぬまで。けどそんな中である程度楽しく、まあでも楽しかったよね、いい人生だったよねって思えるように頑張って生きていくしか選択肢がないから、ぶつくさ文句言って誰かが良くしてくれることはないわけですよ。自分で何とかしなきゃいけないわけだから、今あるこの環境設定で楽しく人生豊かにしていくっていうことしかできないよなって思うんですね。で、考えるべきは多分僕その先だと思うの。自分の人生なんかさ、もういいじゃんよくないかまあでも、もういいやんと、いいやんっていうのは別に諦めてるっていうことでもないんですよ。そのもう見えてるしさ、なんかわかります？その先行き不安とかならわかるんだけど、先行き落ち込むのが分かってるんだから対策しときゃいいだけの話なんですよ。だからそうなるんだなって予測しといて、じゃあどう動いとこうかなっていう風に今考えとけばいいわけ。考えないでぼーっとしてるからなんとなく不安になるだけで、考えて先んじて動いたりとかしとけばそんなに不安じゃないわけですよ。10年20年先になって日本経済低迷、先進国から発展途上国に下がりましたみたいな風になっちゃいましたってなった時って、もうまあまあそうなる可能性もあったもんね、むしろ俺の想像より悪くなんなかったなぐらいの風に思っとけば、これは僕もともとがネガティブマイナス思考から来るプラス思考なのかもしれないけど、そんなに悲観的になんなくてもいいんじゃないかなっていう風に思うんですよ。そんなもんだよねっていう風にじゃん。だって今僕これ今30分ぐらいかけていろいろ言ってきましたけど、じゃない？どう考えたって回復する見込みなんかないじゃん。絶対この間のユニクロの柳井さんじゃないけど、回復する見込みなんかないわけですよ。ここで回復します、日本は大丈夫です、日本は素晴らしい国なんですって言っといた方が、日本大好きっ子ちゃんたちがイエーイ万歳邪馬台国日本みたいな風になるだろうけど、現実問題として無理でしょ。だからそれは精神性としてはすごく大事だし素晴らしいことだし、日本ファースト、日本素晴らしいと思うよ、俺も日本はいい国だと思うけれども、それと経済発展するかどうか別問題だから、そこに関してはしないっていう風に踏んどいた方がいいわけで、なんか天然ガス引き当てたとか核融合発電作れたとかでなんか一発逆転する何かが起こったらちょっと別よ。そしたらうお万歳、俺が生きてる間に日本経済回復した、すげえみたいになると思うけど、そんな宝くじ当てるよりも低い確率のものっていうのに期待してもしょうがないわけじゃないですか、ぶっちゃけ。ってなったら、ごめんなさい、音入ってるかもだけど、なんかエアコンがボコボコ言い始めた。ってなったら、そこには期待はしない方がいいですよね。だから日本の精神性みたいなところを重んじて、つつましくどうやって生きていくかなっていうことに全振りしとけばいいわけで、話は戻るんですけれども、じゃあどこに対して希望を持っとけばいいかっていうと、その次の世代なんですよ。その先の世代、要は相対的には絶対に若者より年寄りの方が先死ぬんだから、年取ってる人の方が先死んでいくよねって考えると、高齢者問題っていうのもいつかは解決されるわけですよね。どっかで高齢者って呼ばれる問題支えなきゃいけない、この人たちをどうにかしなきゃって言うんだけど、先に死に絶えていくんだから、俺らの世代が先に今の子供たちとか俺らの孫世代より 100% 先死ぬでしょって考えたら、先死んでいくんだから、そこがバーっといなくなって、まあ大体高齢者と若者がトントンだぐらいのところはさ、相対的に見れば、どっかで来るわけですよ絶対。でまたちょっとじゃあなんかねえ、実際結婚もいいもんですねとか、一夫多妻制に法改正しましょうかとか、子供がたくさんできるような感じで、今から子供が増えてもそんな人口問題とか大丈夫ですからねみたいになったら、どうせ未来の人間たちが勝手にどうにかいい方向に変えていくんですよ。今問題なのはどうにかなっちゃってるから変えようって思えないわけ。大変だ不安だって言ってるけど、今生活できちゃってるからそこまで真剣に考えてないわけよ。からどうにもなんなくなった未来の僕らの子孫たちっていうのが何か変えてくれるわけ、そして良い方向に転換していくわけですよ。なので今僕らがおそらく考えなきゃいけないことっていうのは、遠い先の自分たちの子孫が、楽しい環境でいられる、今この地球というか社会っていうのを維持することの方が大事だよねってこと経済発展だ、そりゃした方がいい。でも無理なもんは無理じゃん。とかね、発展させて二極化が進んでいく。いや、それ言ってること正しいかもしんないけど、結局のところ屍になってる人たちには目つぶるってことですよね。とか、綺麗事を抜きにしてこうしなきゃいけないみたいなこととか、それって自分が得する立場に行くために言ってるだけですよね。とか、日本人が大好きな、全体主義、全体が向上しよう、みんなが平等になろうみたいなもの、悪平等っていう言い方をする人も資本主義社会の中でいるけれども、今回は今の社会だと日本のそれはすごく悪く働いてるわけ。社会っていうのは平等じゃなきゃいけないんだっていう風な日本のいわゆる調和を取った形っていうのはすごく良くない方に働いてるわけですよ。でも僕これ悪いだけではないと思ってて、全体を良くしようねっていう風な思想っていうのは決して悪いことじゃないわけ。じゃないと絶対優勢思想になるから、社会っていうのは。だからもうブースか文句だけ垂れて働きもせず何もしないようなやつらも、一生懸命頑張っている人も、チャンスとかっていうのは平等に与えられるようにしないと公平じゃないじゃんっていう風な考え、みんなが一応救われる道っていうのがある状態にしておかないとどうしようもないじゃんっていう、この考え方は必要だと思うし素晴らしいと思うんだけれども、今の社会ではそれを適用させた状態で問題解決するのが不可能であると。でも僕はこの平等公平、みんなで弱者も強者も手を取り合ってみんなで這い上がんなきゃいけないよねっていう考えの最も尊重すべきこと、最もいいなって思う理由は戦争にならないんですよ。ここだけは俺本当に素晴らしいと思う。他の国の優勢思想、弱者と強者、経済的に二極化していって弱いものは淘汰され強いものだけが生き残っていく、勝者だけが勝ち残っていくんだっていうのはこれは現実です。間違いない現実だし、僕もそういうものっていうのは認識してるし受け入れてるし楽しんでいる部分もある。だからこそ賞レースとかっていうのも面白いなと思うし、バトルものとかっていうのも燃え上がるわけだけどそれの行き着く先は戦争なんですよ。勝ったものが正義だってなっちゃうと、それは同じことの繰り返しじゃないってなっちゃうわけ。って考えたら、最も平和的な解決っていうのは自然淘汰なんですよ。自然に減っていく、これしかないじゃん。でそれを人間が肌感覚で選択してるんじゃないのかなっていう風な超都市伝説ですよ。別に僕が正しいとは全く思ってません。これは一個の考え方ですけど、なんじゃないかなって思うし、そんなに悲観的にならなくっても人間はバカじゃないから、未来僕らより賢い子供たち、お孫さんたちとかひ孫の世代の人たちっていうのが良い方向に持っていくよと思うよ俺は。で全体で調和の取れたちょうどいい人数でもう一度スタートを切っていくんじゃない？さらにその先にまた人口爆発の問題が出ていって、戦争だなんだの問題が出てくるのかどうかっていうのまではわからないけれども、今現状を抱えている問題っていうのはすごく遠い先の未来では解決されているんじゃないかなっていうふうに思ったりしました。皆さんはどうですかね？そんなことないですかね？一番度外視しちゃってるのは自分たちの世代でどうにかしようと思ってないところがもう度外視しちゃってるんだけど、ただね、その冒頭の話に戻っていくんですけれども、物事っていうのは一長一短で良い面と悪い面どちらもが持ってるものなんですよ。だからこれはいいこれが悪いって二極化して考えることってかなり難しいんですよ。なので別に今人間がテクノロジーを進めていることも、人権問題とか性差別の問題だったりとか LGBTQ の問題だったりとか、そういうものを推し進めていくことっていうのは問題視されることは山積みかもしれないけれども間違ってはいないと思うんですよ。やっていかないと人間というのは次のステップに行けないからね。だけどその代わり選択されているのが少子化であるっていうことも事実だと思うんですよ。でこれらっていうのは僕らは肌感覚で分かっているけれどもやるしかないっていう風なところまで来てるんじゃないかなと思うわけなので人間が退化しているのか進化しているのかっていうのは粒で見ないでマクロな視点で見ていかないと分かんないことなんじゃないかなっていうふうに思ったりしてみました。まあでも正直いろいろ言ったけど日本の一番良くないところは僕は今日の途中で言った頑張ってシャニムに働いて何か成功報酬をもらっている人っていうのをみんなで寄ってたかって叩くっていう文化だけはいかがなもんかなと思うよね。ああなると経済は閉じるに決まってるからねそうで経済が閉じてって隠すと今度は詐欺師だとかインチキだとかっていうようになるわけじゃないですか。じゃああなたたちが隠させたんだよっていうふうに思っちゃうから、まあこれはね最後の最後に僕が良いと言った日本の平等精神公平精神みたいなのが悪く働いている場所ではあったりしますよね。だからなんだろうな、まあこれも含めていい側面と悪い側面があるってことですよ。社会っていうのは面白いものですよね。なんかよくできてるなって感じますまあそうだね、皆さんにとって良い社会っていうのを何を指すのか分かんないけど、まあもちろんね 20,30 年前のイケイケどんどんのテレビもすごく面白かったし社会全体も活気があった時代と比べると今は陰鬱としてるかなっていうふうには思うんですけれども、ご飯は美味しいし治安もいいし、まあ、移民の問題でなんだこうだとか言われてるけれども現状まだ僕海外旅行好きなんで海外とかいろいろちょこちょこ行ってる身からすると日本は治安まだいいですよまだねこの先は知らないよ。まあ治安はいいなっていうふうに思うし、ある程度深い時間になっても子供を塾に行かせれる国なわけじゃないですか。これって珍しいと思いますからね。だから治安いい方だなっていうふうには思うし、そうね、なんかご近所さんでこんにちはって挨拶とかも全然できるし、悪いとこそこまでね悪いとこばっかり見てないでいいとこ結構あると思うんだけどなって、あとはこれがまあちょこちょこと削られ減っていくんだろうな、でもまあそれはそれとしてしょうがないなと思うし、先ほどから言っている通り悪くなるということはいいところが何か出てくるはずなんですよ。世の中っていうのは悪いに振り切るっていうことはほぼなくて、爆弾を落とすとか大きな津波が来るとかっていう大災害的なものっていうこと、人為的なのか自然発生的なのか分かんないけど、こういう大災害的なものっていうのを除いたら大体は人一人が動かせるものっていうののバランスっていうのは一長一短で良い側面と悪い側面が出てくるはずなんですよね。つまり徐々に起こっていく変化っていうのは悪い方に目を向ければどんどん悪くなっていく、昔は良かったなってノスタルジー万歳になっていくけれども、視線を変えて自分が変わろうと思うと良い変化をしているんだなっていうところに目がつくようになっていくんですよ。あ、良い変化もしてるじゃんっていう風に視点の持ち方だとは思います。なので、何が言いたいかというと、もうだいたいあと1分ちょっとぐらいなんで締めると、開き直っていきましょう。はい、開き直っていくのが一番いいと思いますよまあいろんな意味を含むけど開き直ると楽だから、本当にめちゃくちゃ楽。何にもその期待とかしないでいいし、楽になんかちょっとぼやーっとできるので、何があってもそんなに慌てふためくことなく、まあそういうもんですよねって受け入れながら生きていけたりするので、気持ちは楽になると思いますけれどもね。はい。まあなんでこの世代この時代に鬼滅の刃が流行ったのかってことだと思いますよ、僕は。コロナ禍での劇場公開とかっていうのも相まったのはわかるけれども、タイミングの妙みたいなのとかっていうのがあったのはわかるよ、わかるけど、にしてもなぐらい流行ったじゃないですか鬼滅って。なんで今この時代にあれが流行ったのかっていうのには理由が絶対あるはずなんですよ。僕はね鬼滅の刃すごく好きですよ。それなんで好きかっていうと、最後の最後本当の最後の話数のところで見事な締め方をしてくれたなっていう風に僕は思ったし、それはヒロアカもそうでしたね。僕のヒーローアカデミアも僕最終回の1個前の回が完全に2個前かな、1個前か2個前の回、おばちゃんが路頭に迷ってヴィランになりそうな子供の手を取ってあげるシーンとかっていうのはもう本当に号泣しましたけど、ああいうものがなぜ流行るのかっていうのをよくよく考えてみると、人間って捨てたもんじゃないかなっていうふうに思います。ということでまた、いつかというか来週でねお会いしましょう。てかラジトモ以外も見てね、一応うちは毎日更新なんで、あと11月2日待ってます。チケット明日締め切りです。ピア選考申し込んでね、概要欄にリンクあるよ。またお会いしましょう。バイバイ。